福岡の今がすぐわかる。よりわかる。ただいま。月曜から金曜午後3時40分。グッデイとただいまのコラボレーション企画、毎日のちょっとしたお悩みを解決する暮らしアップデート計画。今回のテーマはグッデイでできる団地リノベーションの4回目。グッデイならできる。リノベーションするのは築55年の 2DK、 家賃3万8000円のお部屋。日当たりのいいキッチンの奥に6畳の和室が2つという間取りになっています。 DIY を教えてくださるのはグッデイの友永さん。今回リノベーションしていくのはキッチンの隣にある全面が押し入れの6畳の和室。まずは押し入れからスタート。この襖が全面あることですごく圧迫感もあって、ここをうまく有効活用して壁紙を貼っちゃいました。この壁紙はグッデイでも人気のシールタイプのもの。貼っただけで明るい印象になりますね。ここをですね、収納もしっかり作りながらデスクワークもできるようなスペースにちょっとしていきたいと思います。今ですねやったところがここ下、床ペタを下に貼ってます。この床ペタを貼ってイメージチェンジ。何度も貼って剥がせるので失敗しても安心です。そしてここの針の部分にマットペイントで、今回ちょっとグレー系で色を合わせてみました。で、あとここワークスペースとしても使えるようにアカシアの板を敷いております。しかも押し入れ内には LED ライトを2箇所設置しました。実際ここでやっぱデスクワークするんで、明かりがないとやっぱ暗いかなと思ってちょっとつけてみました。ではグッデイってですね、ちょっと収納ボックス用意してみました。それぞれ幅も高さもそれぞれ違うものを15個用意しています。こちらのバケツの収納を12個用意してみました。実はですね、こういう衣装ケースっていろんな商品サイズあるんですけど、一番大事なのはまずここをサイズを測ってジャストフィットするものが必ず売り場にあるので、それを選んでいくっていうのが大事なんです。というわけでこの大量の収納ボックスを押し入れにセッティング。あらかじめ高さを計測してから上手に収納ボックスを組み合わせるのがポイント。同じように押し入れの上段にもバケツ型のボックスを12個入れていきます。押し入れの下段にはコンパクトな3段チェストを4つ置きました。今回は一から DIY で作るのではなく、いかに既製品を上手に組み合わせるのかということがポイント。計31個のボックスが綺麗に収まりました。気持ちいい。だから皆さんも既製品で探せばこうやってジャストのサイズで収納って作れるんですよ。そしてこっちは逆に衣装ケースを置くともう同じような雰囲気になっちゃうので、ラックとかを使ってこれも全部既製品で揃えていきます。まず用意したラックは AV ボード。これは押し入れの奥行きのサイズとぴったりだったので、隣の収納スペースとの間仕切りとして使います。そしてデスクの前には本棚として使うラックを2つ設置。こちらの扉付きの2段ボックスは高さがぴったりだったので、押し入れの上段に4つ。どうしても空いてしまうこの隙間が気になったので、ここにはフェイクグリーンをディスプレイして緑の空間を追加。で、今回一応団地、やっぱなかなか椅子って出しっぱにすると邪魔になるじゃないですか、こういった蛇腹でこうやって折りたたみ式の椅子を用意しました。ちゃんと座れます。で、こうやってちょうどいい高さですよね。いろいろちょっとかかって、これもで、ちょうど合うサイズがこれでした。もう一個あります。この畳を残した状態で、しかも DIY せずに簡単にできる。そう、畳が残ってましたね。というわけでリノベーションに大活躍のアカシアの木材を使って畳の縁に沿って木材を置いていきます。ポイントはここでもきっちりと事前に計測すること。畳
畳の周りをアカシアでぐるっと囲ったら、使うのはユニット畳って呼ばれる商品を用意しました。でしかも持ってもらったら分かるんですけど、軽くて結構柔軟性もあります。このおしゃれなユニット畳を計11枚敷き詰めたら、6畳の和室のリノベーションが完成。今回はですね、既製品でできる和モダンなテイストでちょっとお部屋を作ってみました。もし万が一お客様が来た時はこうやって隠せばいいんで。ロールカーテンもつけたんですね。何事もこうサイズを測っていくっていうのが大事です。なので今回こういった収納スペースもそうですし、下もこういったユニット畳を敷く前にまず測ってもらって、空いたスペースにこうやって木材を敷くことでよりモダンな雰囲気が演出できてます。今回なんですけど、この和室一部屋で収納用品が全部入れてだいたい20万円ぐらい。今回のリノベーションにかかった費用は、材料に収納、インテリア、照明など全て合計でおよそ20万円となりました。グッデイには何万点っていう商品があるので必ず見つかります。まだまだ部屋はありますから、グッデイならできるです。これからの団地リノベーションどう変わっていくのか楽しみ。福岡の今がすぐわかる、よりわかる、ただいま。